ダッシュでございます。どうも、武田でございます。刻んでいこうぜ。どんな手を使ってでもズルして勝つ精神。はい、ということで本日の動画なんですけれども、やってまいりました。来た、この時が来た。そうです、タイトルとサムネイルを見ていただいた通りでございまして、よしき 800m2 分切りプロジェクトです。来ました、朝から吐きそうです。とうとう1ヶ月の時を経て、まあ悔いはない。言いたいことはいっぱいあるけど、今日の結果が全てなんで、まあ出し切る、はい、まあ、それだけです。2ヶ月前に 800mTT をしまして、2分7秒、意外になんかタイム出るくね。そうだね、そっから始まったねってなったんで、ちょっとこれはよしきスピードはもともとある選手じゃないですか、よしき選手っていうのは。だからその目で分かった今スピードをもうちょい突き詰めてなんかやったら、現役の時ぐらいまではこう簡単に戻んじゃねえかな。あとやっぱり日々のコメント欄、学生多くて、ちょっと YOSHIKI なめんなよと、1分台出したら黙らせられんじゃねえかで思って2ヶ月続くんです。あの皆さん、1分台の人はマウント取りに来てください。2分7秒からどんぐらい伸びたのか、目標は1分59秒、うん、99ってことだもんね。しっかりあの出していきたいんですけども、はい、それにあたって今回も秘策というかペースメーカーを用意しました。おお、また読んだ。今回も我々のチャンネルですから、どんな人が来るんだと。だって待って、白石くん、高久さんで岩手さん、やばいです。次やばいっしょ、これやばない。で800の TT ですからね。これは待って誰。じゃあ登場していただきましょう。見だけどこかな。じゃあお願いします。お願いします。俺が悪かったな。もう挨拶もねえわ。最初イケメンでさ、1年前ぐらいから登場し始めてさ、僕のコーチじゃないですか。コーチ完全にもうキャラ崩壊してる。いつもの挨拶。はい、ちょっと決めちゃってください。はい、ランニングはカッ、いつものね、RS ラボの2ヶ月間ヘミちゃんから出されたメニューを取り組んでて、2ヶ月前からよしきさんにはメニュー組んでくれって言われていて、3ステップで考えていて、まず丸1番がそもそものまあ状態を戻していく、800を走る体を作っていくのを1つ目のステップで、 200m だったりとか距離を踏んでいった後に、第2ステップがスピードとスタミナの距離を分けて極端な練習をしていって、 YOSHIKI さんの長所であるスピードを伸ばしながらスタミナの課題の部分を克服していって、で最後に3番でまたレースペースに戻す、レースの感覚を戻す意味でメニューは組ませていただいたので。素晴らしい、はい、素晴らしい、ありがとうございます。まあ今日ね、いかにその成果をどこまで出せるかっていうところなんですけど、ちょっと今日はヘンミちゃんと周平に、言ってたよ。ペースメーカーのやってもらうんですけども、一周目ヘミちゃん、はい、59から60秒、59でいきましょう。59でちょっと早めにで、周平がラスト73ぐらい。ブレイキングじゃない。マジで52か。いや、しゃべり無理だ。しっかりあのやっていきたいと思います。はいはいはい、特に言うことはないか。ああ、ないっす。じゃあそこでちょっと待つ。いいよ、動きいいよ、そのままそのまま。あ、流しだった。今の流しです。彼もね、撮影手伝ってくれるっぽいんで、今練習中ですけれども、後で俺に言っておいてください。本日も一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではやっていきましょう。よし、ダッシュで行こうぜ。あ、怖っ。はいはい、はいです。59秒8。
ぞ、ラストだぜ、ラストラスト、回して回して、ラスト上げろ、最後まで振りしようって、出し切れ、もう一人死んでる人いるよ、行って、これダッシュで行こうぜ、お疲れ様でした、ありがとうございました、本当に、いえ難しい難しい、ごめんね、ちょっと、すまんすまん、マイルの感覚出たんだけど、もらうつもりで出たんだ、難しかった、ありがとう、本当に打ち上がることがめちゃめちゃ怖くて、でももう打ち上がらず最後まで集中して出し切って行きました、うん、出し切ったんでタイムはまだ僕今分かんないですけど、どんなタイムだろうと後悔しない、まあ、悔いはないと、うん、はい、OK、今日のことを材料にして僕は次に行くだけなんでっていう、なんかちょっとかっこいい言い訳をした上でちょっと結果を教えてください、前の 800m TT した時が2分7秒8とか7とかだった気がするんだよね、2分7秒後半、まあ、8秒弱ぐらい、今回はどこまでなかったか、目標としては2分切ると、はい、いったところで福、結果を発表します、僕の手元ですね、はい、結果2分3秒66。おお、はい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 。反応しづらいね。日本選手権の優勝です。女子の日本選手権の優勝。今回誰だっけ？川田さんです。2分3秒66。いやー悔しい。一周目ヘミちゃんがすごく気持ちよく走ってくれて、一周目は59ぐらいです。59で入りまして、余裕はあったんですけど、やっぱりねラスト200かな。そうやね、200から止まったラストマジで動かなくて気持ち切らしてないよ、もう腕をもういっぱい振ったし 20% 血割れでいってたんですけど、でも客観的に見たら止まったなって思ったんですよ、36ぐらいかかっちゃったかなって、前回よりも遅いぐらい止まったかなぐらいだったんでじゃあもうこれからはこの800が終えて次はどういうプロジェクトに成功したんですか、去年も大きく盛り上がりました、フルマラソンの練習に切り替えていこうと思うんですけども、はいはい、フルマラソンプロジェクトの中で 3000m 8分台狙ってみたりとか、はいはいはい、5000m を15分台狙ってみたりっていう、なんかもうたくさんあの企画用意してるんで、フルマラソンでも楽しんでいただける動画がたくさんこれから上がっていくと思うので、ありがとうございます、一番はやっぱ俺が楽しむ、最後までご視聴ありがとうございました、それでは皆さんまたのご機会に、さようなら、あ、こっちだ、で、今回この2分3秒6でしたけども、はい、ヘビコーチ、5点満点中、はい、何点でしょうか、5点満点中、はい、もう正直な、はい、と言わせていただくと、4.5 です、はい、僕もそのぐらいだと思います、はい、そもそも1分台が早い、早いっていうのももちろんだし、やっぱ4秒上がってるっていう事実、うんうん、っていうのは 4.5 に値するかなって僕も思います、やっぱハードル設定がちょっと高かったから、うんうんうん、タイム的にあーってなんか見てる視聴者さんからしたらあれって思う部分はあるかもしれないですけど、4秒分の相当頑張らないと出せないと思うので、5000とか1万とかじゃないですからね、はいはい、800の中の4秒なんで、うん、単純計算 400m2 秒速くしてるようなもんなんですよ、やっぱりね甘くないいやでもそこに向かってねちゃんと行って、でここまで結果出したのは1分台出すって言ったのこいつなんで、達成できなかったのは間違いないですけど、努力は間違いなくしてるなっていうのを今回の結果では分かるんで、まあ 4.5 点僕も上げたいと思います、2人で 4.5 点です、まとめさせていただいて、ちょっと長くて申し訳ないですけど、あ、いい、1分台を出すっていうのはちょっと動画の話題性も含めて言ってたんですけど、本当の目標は全然ちょっと違くて、フルマラソンってやっぱり2時間40分を切っていく中でやっぱり距離も踏めなきゃいけないし、ある程度のスピードの下地っていうのも必要だしっていう中で、フルマラソンの練習の前にあえて800入れました、ある程度スピードの基盤、これはなんか現役の体を、現役のスピード感と体に思い出させた上でフルマラソンの練習に移行した、ちょっと言葉がまとまらなくてあれなんですけど、うん、僕の中でスピードをつけてから長い距離を踏むっていう段階を踏むことによって効率よく成長グラフっていうのが伸びると思ってるんですよ、うん、それって正しいのかね、正しいです、正しいですあくまでこれは YOSHIKI のやり方なんですけど、せっかくあの応援してくれて僕らのチャンネル見てる人は、あ、YOSHIKI はまあこういう考え方を持ってるんだなっていうのをまあ知った上でちょっとまあ活かしていただければと思う中で、まあ今回のプロジェクトだと思います、
じゃあまたおいおいフルマラソンに向けてね、目標だったりとかもこれから変わってくると思うんで、まあそこに向けてまた引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。あの編集してないです。あの空気読んであのエンディング流してくれてます。ああ帰ろうかな。歌詞あるの？違う。え、歌詞あんの？歌詞あるでしょ。これなんか入っちゃった。歌詞あるよね。俺もわからん。わかんない。